か。あそこなんか割れそうなの見る。知り合い？知り合い？先輩やん。そうそう、今このオリオン通りで、地元の喧嘩自慢探してて、で明日吉野君のジムで喧嘩自慢集めてスパイリングやろうと思ってる。で今日群馬からこの辺連れてきてる。いや今日群馬から全部喧嘩自慢。あ、じゃあいいよ、明日やろうよ、明日。今でもいいぞ。じゃあ明日また時間と場所と先輩、じゃあ代表で。分かりました。じゃあ明日連絡しますんで。分かりました。じゃあお願いします。決定で。はい、今日もうちのジムにいっぱい集まってると思うんで。ね、楽しみですね。楽しみだね。じゃあちょっとケイちゃんのジム行ってみましょう。うっす。結構来てるでしょ。結構来てるでしょう ね。柄の悪いやつが。栃木のあれも結構悪い。栃木、群馬、茨城。あれ、昨日のやつらじゃないの。ジムでやろうぜ、ジムで。はい。ジムでやろう。はいはいはい。ジムでやろう、ジムで。やめろって言ってんだ、あら。おい。出てこい。おい、やめろ。やめろ。魔法師だ。なんだこれじゃねえよ。やめろって言ってんの。おい。おびがめるよ、これ。離せ、これ。おい、やめろ。なんでやめろ。うまい、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 うまい。もういいよ、もういい、もういい。もういいよ、もういいよ。もういいって言ってんだよ、もういいよ。もういいよ。ジムでやりましょう、ジムで。ジムでやろう、ジムで。おい、お前、父親っ子と気をつけろ。な、口の利き方気をつけろ。口の利き方知らねえんだもん。おい、知らねえ。お前ジムで俺がやってやるよ。あ、オッケー、任せろ。中行け、中行け、中行け、お前。おい、